マキカ川、旧花植物の都が、北半球で進化し繁栄している、新葉樹が松花なのに対し、マキカ川、南洋杉花とともに、南半球を代表する、新葉樹のグループである。分布の中心は、オーストラリアやニュージーランド、およびその周辺の太平洋の島々である。日本は分布の北限にあたり2種の実が分布するが、世界的には200種近くが含まれると見られている。 和名は、マキカという名前であるが、標準和名マキという植物が存在しない。日本に分布するマキカの種は、犬キといい、マキという植物に劣ることから、犬という説盗語をつけたと見られている。マキが、どの植物を指すのかは、諸説あるが、杉もしくは荒野マキであるという説が有力である。なお、杉は、ヒノキ高野薪も名前こそ似ているが、荒野薪科に属し、 いずれも、犬巻とは当園である。このことから、巻花を犬巻花と呼ぶ場合もある。葉は十字体制でつく。葉は、針状のものから、なぎのようにある、種の紅葉樹のような、丸いもの、ヒノキ科のヒノキやアスナロのように魚の鱗のようなものもある。花は、私有一種となる種が多い。松花やヒノキ科は、私有同種である。 紅葉樹が強い熱帯においても、条件次第では優勢になることがあり、パプアニューギニアの高原の湿地の脇では、リックリディアム属など、薪科の新葉樹林が紅葉樹より優勢だという。一員として金根が関係していると言われている。昆虫では、清冷枝尺の幼虫が、犬巻やナギの葉を食べることで知られる。ケブカトラカミキリなど、幹を食料として利用する昆虫もいる。 大きくなる種では木材として使われる。犬巻キなどは白アリの食害に対して強いとされ、かつての沖縄では高級建材として扱われた。低園樹や生垣としてもよく用いられる。巻き属の犬巻キやイラワラプラムの果実には少量なら食べられるものもあるが、一般に種子は細胞毒性を持ち有毒である。葉や花粉も有毒で、これらは 一以下にも共通である。特に花粉はアレルギーの原因となることがあるとされる。毒成分の一つがラクトン類であり、生薬として利用されることもある。ありがとうございます。